よし、7マス。なんか最近大きい数値多いね。そうですね。ああ、これ仕返しか？ボーナス？あ、ボーナスじゃないってことは仕返しに乗った可能性が高い。ああ、まあまあまあいいや、これは。あと1マス。あ、来たー。どうし、奪われたー。まあ勝負の世界はね、しょうがない。あきみろさん1位ですね。どうぞ。まあこれでいい勝負になってきたんじゃないですかね。確かに。てかすげえな、豪華になってる。よし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 。あー、マジか。俺だけステージ違うな。まあ1を出せば仕返しに乗れる可能性は。俺1出していいですか、本当に。どうぞどうぞ。もしか1かに1かに。ラストゲームも面白い。いきますよ。半分。残念。ゴール。ゴール。3着でゴール。得色2000万円チュンタンクの年金ルーレット。 OK OK OK。 さあ、あとは柳野のゴールを待ちましょう。じゃあ年金ルーレット頑張ろう。僕らルーレット回してお金もらいましょう。こんな簡単に手に入るなんて最高だな。嘘だな、4…桁が違うんだよ。マジで本当によ。さあ、僕のルーレットはね、2着ルーレットなんで、アキコさんより少ないんすよ。あー、じゃあ早めに行った方がいいんすね。そうっすね。まずいな、遠いぞ。1。何してんだよ。仕事。植物怪獣。チョコレートを使う。みんなに食べない。すると、ホボさんが出てきた。子供たちにおやつをさせて、どうもありがとうございます。いいぞ。おやつ代をもらってしまった。おー、分かった。なんかセンスだけすげえな。たった200万かよ。そう思うよね。行ってみてえわ、たった200万って。少な。サイのルーレットはこんな感じなんすね。最高で800か。でも800出した。800出した。まあ今の狙ってたんでバッチリです。うん、そんな機能ないけどね。じゃあ、でもアキコは今1位になってたな。うん、6クークいってますからね。すげえわ。あ、来た来た来た。柳さん、スロット押してください。当てたるで。ここ当たるだ。プラス200、プラス200。ダメだ、プラス200はない。100いった。おっしゃ、オッケーオッケーオッケー。今期の業界好調だったようですね。うん、やったぜ。唯一アキコだけここで得をしないからね。そうですね。お、借金チャラになったか、つまらさ。オッケー。よし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 。よしよし、無難にちょびっとずつ増えてってる、増えてってる。いけ。あ、まあ、あ、いいか。違うんだな。遅すぎる。遅くなればなるほど払う額が大きいんだよね。まあね、僕でさ、6000ぐらい払ってるから、ね。マジかよ、しかもこれ。お、クイズじゃん、チャンスある。さあ、なんでしょう、クイズ。まあ、さっきのやつじゃん。さっきのやつじゃん。こっちだったな。正解。だけんなよ。マネールーレット。ガツマロさんがいいサンプルになってくれた。ほんとだけんなよ、もう。はい。お、4000万。まあ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 。ほんとだけんなよ、もう。もう8で出しすぎや。ガツマロさん、目押しできるらしいですからね。7億。7億やばいよ、ほんとに。ゴール発揮してくんない？マジで。ちょっと、ヤナビー頼むよ。あいつ使いすぎて、年金ルーレットってすげえか、あいつの企画が。どんどん差が出てってるから。マジ、ほんとマジ頼む。そう、急げ。マジ頼む。1! マジ頼むわ。頼むわ。また来た。来たかよ、犬。犬ワンダー。ワンダー。吠えてばかり全然役に立つ。うわ微妙。もうね、もう頑張ってもこんなもん、こんなもんなんですよ。お、お、さすが。さすが。うん、できるね、よし、やっぱ。さっき同じやつのやつなんか見てたけどね。おかしい。よしとは言わないぞ、それは。
あ、よかった、500万だ。よし、早く、早く、ヤナミ、ヤナミ、早くゴール、ゴールしてくれ。よし、ここ、お、いいねー。うん、こっちかな。ボネース、バナス、ボネース開けろ、ここ。おお、また来た。すげえ、いいぞ。マジで天職だな、うん、悪の大王が。あんなに当てられるなんて。本当ですよ。さあ、やります。もう全然それだけステージが違うな。まあでもね、一番高い物件買ってますからね。でもそれが失敗してるかもしれない。投資ミスして最後の生産でね、そう、どうなるか、一応、うん、3倍の額がつくとは言われてるが、能力もね、みんなどれぐらいだったかもう正直覚えてないし。ラブ子供、子供、あ、馬、また馬来た、また馬か。これいいことないんだよな。あー、やっぱり、減りすぎ。4000万、馬連れてくんな。ちょっとロリオはあの点だけは悪いね。すぐギャンブルに走るね。ちょっとやっぱギャンブルは世の中あかんで。ね、あかん。せっせと年金で稼いでる男はこうやっているのにね。塩分これじゃ8億いきそうだけど。ね、ちょっと、あ、500万でよかったよ。あ、結構やべえな。あ、来た、ガム。カズマさん、そこ持ちください。OK。もう俺、マイナス8キャッチやってないんで任せるんで。それもやめてください。さすがっす、さすがっす。なんでだろうな、俺今日プラス出たしないの出してないんですよ。さすがっす、勝間さん。ちょっと俺らプラス出さないと、アキコに勝てないよ。今日まずはゴールしてほしいっす。2は、2は出さないで、2以外、2以外な。2以外、よし、若く。あ、これで賭けに乗ったじゃん。オッケーオッケー。かしかもあとなんか杖があったよね、杖が、悪魔の杖。そうっす、あ、よろず10万。根を釣り上げるとかあるの。まあなんて口元知るかしら。まあまあいいや、大したからね。さあ来たよ。はい、1億払うのね。そうです。はい、さあ、これが中身が何でしょうかね。なんだろうな、これ。誰も10億かけない可能性もあるからね。うん、いや、今のところマジで投資はあんましてないけど、 CPU が1とか、なんか一番嫌な仕返しか、これ。きたー。うん、アキコー、アキコー今1位だよね、やっぱ。そうだよね、ダントツだよね。よし、これでいい勝負になってきた。わかんないけど。ちょっと、カズマさんだけ確かに別ステージだけど。なんか俺、ちょっと、でも10億だったら、もう勝ちっすよね。そう、10億。逆に言うと俺、それしかもう期待してないから。まあ、他にも一応、その能力値のやつとか、いろいろあるから、トータル的にどうなるか。能力値で言ったら、ゴミクズですよ。6億。今、3位だもんな。今、アキコが1位で、ヤナミが2位かな。あ、でも分かんない。まだ今のでほぼ並んでるね。1、え、ゲーム、ラストゲーム来た。もういやいや、最後まで盛り上げてくれるね。よし、あ、まだ俺だ。よし、天使アキコもらう。これはもらうしかねえ。4000万、もらうドーン。オッケー、オッケー、よーし、天使、俺かよー。5000万あげちゃう。もらえ。うわー、くそ、最後の最後のやばい、やらびろの追撃がすごい。じゃあ全員でください。全員に。俺かよ、また。7000万あげちゃう。あげちゃう。もらう。あげ、さすが。もう、どうもらってないぞ、俺。一つも。さすがすぎるわ。一つももらってないぞ、俺。あ、天使か、全員じゃないか。あきこー、意外にやるなー。俺もらってないからね、今日。見てよ、俺だけステージ違うよ。お手間長者どころか、一人だけ借金だ。これもう、
ジオ君、ジオ君に期待するしかないもん。勝間さん。もう、俺もジオ君以外期待してねえから。いや、でも勝つのそこしかねえから、もう。800万。嬉しくもねえ。なんともねえから、これもう、もはや。ただの勝負。早くもうゴールしろと思ってるから、もう。まあまあ、次のターン、いやでもゴールになるからね。よし。ラストターン。いけ、なんとかなりませんかね。何が出ようとゴールだ。そうだね。ゴール。おめでとう。皆さん4着でゴール。0万円。まあまあ、そうだそうです。まあ、しょうがない、しょうがない。みんなゴールしたね。それじゃあランキング発表に行ってみよう。さあ、来ましたよ。結果発表。結果発表。もう、なんだろうな。もう宝くじぐらいしかない。人生最大の賭けがどうなるか。マジ本当に。みんなお疲れ様でした。いいえ。全員集まったところで結果発表いってみよう。どんどんパパパパ。どんどんパパパーン。パパン。まずプレイヤーごとの資産を集計しましょう。明美さんの資産は？おおおお。いや、なみなさんの資産はダメだ。今の一瞬で飛ばしてた。わかんなかった。わかんなかった。5億だから、まあ結局自分で足してけってことか。もういい。さあ、加藤さんの資産は、見せます、はい、ダメだこれ。物件2億円ありますからね。借金はもちろんだと思うんですけど、でもダメだ、やっぱ総資産が。もう宝くじしかねえ。あきこさんの資産は、すげえ、でもあんまりこいつは投資はほんとないからないけど、でもあれだけさえば所持金だけはね。すげえな、所持金が。どうでした？お金はたくさん集まりましたか？ No。 それじゃ表彰式に移ります。賢いでしょう。受賞者はおっしゃー、まあ医者だからね。賢いでしょうの受賞者には5000万円が贈られます。イエーイ。力持ちでしょう受賞者は、イエーイ。マジかよ。結構俺能力上がってたんだな。やっとこれで1億だ。能力はもう一段と低いからな。力持ちでしょうの受賞者には5000万円が贈られます。おしゃれでしょう受賞者。おしゃれは誰だ、アキコか。バカでしょう。俺かー。マジかよ。全部じゃん。1億5000万ゲット。マジか、そうダメやんけ。もう、ま、やっぱ溢れる才能がね。おしゃれでしょの受賞者には5000万円が贈られます。王子主賞受賞者は、これは勝間さんですかね。3人来たよ。3人来た。王子主で賞の受賞者には5000万円が贈られます。コレクターでしょう受賞者は、これアイテム持ってなかったから矢野美ろか。ああ、まあ、ああ、2人か。アキコも確かに持ってたね。確かに。コレクターでしょうの受賞者には5000万円が贈られます。恋愛上手でしょう受賞者、これ全員じゃないかな。みんな結婚して子供いたからな。 あれ勝間さん、あ、複数の人に言ったからだ。あ、そうだ。なるほどね。さすがイケメンっすわ。いや、勝間さん。やべ、ゲームでもそこは発揮してた。ゲームでもそこは発揮してた。モテる男はリアルもゲームも違うっすよ。やったんだよ。でも子供が多ければいいわけじゃないんだな。恋愛上手でしょう。恋愛上手は5000万円くらいます。そう、結婚の恋愛は別っていうね。それじゃ、みんなのお入り袋を開けてみましょう。あ、キムさんのお入り袋の内容は、10億これ俺買ったんじゃない。マジかよ。さあ、次の人は柳美郎さん。さあ、中身は何でしょう。5億円。うん、悪くはないですね。さあ、次勝間さんです。9990万円。まあ、ほぼ1億ですね。なんだろうね、俺が一番ダメなんだね。さあ、そしてあきこさん、この人が問題ですね。100万円、この勝負は見えたな。見えた、もう見えた。そう、それではお待ちかね、ランキング発表。どんどんどんパー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 。もう分かってんだけどね。第4位、カッソさん。分かっとったわ。でも5億いってるじゃないですか。いった、ギリギリいったわ。
第3位、アキコさん。おぉ、くそー、2位かー。ヤナミさん、16億、すごいじゃないですか。すごいじゃん。まあ、全然派手だよね。イェーイ、第1位、22億、アキミロさん。ちくしょー。トゥ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 ー。すごいね。おめでとう、アキミロさん、あんたは偉い。すごいよ、すごいすごいすごい、ナイスの言ってやさくれた、すごい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 、おめでとうございます。おめでとうございます。柳野さんは達人ランク2位になりました。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。もう何の意味もないんだよな。アキルさんは達人ランク1位になりました。それじゃみんなの人生を振り返ってみましょう。アキルさんの人生は宝高校に入学します。神道と呼ばれるほど秀才だったようです。周りの受けもよく、アキルさんはあだ名がつけられ、アキロンと呼ばれて久しぶりに言いました。ちょっとこれからアキロンでいくか。その後宝高校を卒業、宝大学を受験します。なんと大学に一発合格、大学生として新たなる一歩を踏み出します。人並みの成績で大学を卒業、卒がなかったんですね。そして一生医者で過ごしました。かましいわ。ランクは医師でした。医者の時にはいろいろありましたね。多くの患者を助けるため夜遅くまで研究していたこともありましたね。そんなことも今となってはいい思い出です。そして忙しい毎日を送りながらも久子さんと結婚します。やることはやっていたようです。そして久子さんとの間に3人の子供が生まれます。それはかっこいい男の子と2人と可愛い女の子1人でした。そしてペットはパンダを飼っていました。何のイベントもなかったからね。そんな秋村さんの人生はダイヤモンドのように輝いていたのでしょう。柳波さんの人生は宝高校へ入学します。かなりの美少女で、ほら美少女だった。おめでとう。所属する演劇部ではいつもヒロイン役でした。演劇部だったんだ。そのせいでしょうか、柳さんは周りのみんなからヤナポンと呼ばれて、なんか美女が呼ばれる名前じゃないな。確かに親しみはあるけど、その後柳さんは悪の大王、人生の当たり前だったんだね。こぎ出します。そして一生悪の大王で過ごします。すごい人生。ランクは怪人かよ。怪人かよ。悪の大王の時はいろいろありましたね。幼稚園バスを乗っ取ろうとしてバスに引かれたこともありましたね。そんなことを見舞いとなってはいい思い出です。本当かよ。そして忙しい毎日を送りながらもロリオさんと結婚します。やることはやっていたようです。そしてロリオさんとの間に4人の子供が生まれます。この中に恵まれてるな。なんとみんな女の子、可愛さいっぱいだったようですね。そしてピッタパンダいいことなかったぞ。金ばっかかかってアメジストのように輝いていたダイヤモンドじゃねえじゃん。勝間さんの人生は宝高校へ入学します。かなり頭がよく、あれ末は博士か大臣かと言われていたほどだそうです。あれあれ、周りの受けもよく、勝間さんはあだ名がつけられ、カツリンと呼ばれて親しまれていました。その後宝高校を卒業、宝大学を受験します。そして勝間さん、苦労して苦労して宝大学に合格、大学生活の始まりです。人並みの成績で大学を卒業しました。秀才じゃなかった。そして一生パイロットで過ごします。ランクは副機長でした。パイロットの時にはいろいろありましたね。機体に絵を描いて評判になったこともありましたね。そんなことも今となってはいい思い出です。そして知り合った龍子さんと結ばれます。勝間さんは良い連れ合いを見つけたようです。そして龍子さんとの間に一人の子供が生まれます。それはかっこいい男の子でした。そしてペットはパンダとイルカを飼っていました。そんな勝間さんの人生はダイヤモンドのように輝いていたのでしょう。ダイヤモンドだ。あ、わかりました。一応ね、 CPU の方を見ていきましょうか。あきこさんの人生は宝高校入学、持ち前の文才で小説を書き何度も入社したそうです。そんな優秀だったか。そんなこともあってか、あきこさんは周囲のみんなからあきちん、しかもなんかあきびろのあきと一緒だからなんか嫌だな。そっちかよみたいな。そっちかよって。その後宝高校を卒業、宝大学を受験します。あと大学で一発合格、いや素晴らしいね。人並みの成績で卒業と、やっぱり普通が一番ですねってこれさっき書いてあったっけ。そして高校の先生、学校の先生の後教授になり、そのまま一生を過ごします。教授の時にはいろいろありましたね。新しい発見をしたのにライバルに先に発表されたこともありましたね。
そんなことも今となったいい思い出です。そして忙しい毎日送りながらも野球少年と結婚しましたね、そういえば。そして秋高さんとの間に一人の子供が生まれます。ってか秋が多いな、秋子、秋高、秋子、秋高。それはかっこいい男の子でした。そんな秋子さんの人生はパールのように輝いてたのでしょう。で、あなたの人生はどうでしたか。うん、微妙な反応が返ってきた。宝くじに当たって大喜びしたり、株はね、良かったね。でも確かに株は良かった。株で儲けしたり、そこで調子に乗ってお金を無駄遣いして後で困ったり、デリカシーのない行動をとって恋人に嫌われたりしませんでしたか。恋人はね、順調だったな。確かに。人の人生とは一瞬です。しかしその一瞬は宝石のように輝くと言います。今日はどんな宝石を見つけましたか。人生という宝石を見つけました。なんかちょっとこうポエムみたいな。そうですね、まあ素晴らしい経験をしましたよ、ゲームの中で。確かに、うん、まあ、リアルで圧倒的にね、勝丸さんが勝ち組なんで。そうですね、10-0 ぐらいで。もうちょっといいゲームのな。投資に失敗した感があるな。確かに1億家買ったのが、うんうん、まあそれでは次の人生ゲームでお会いしましょう。ということで、エンド、エンド、エンド。それではちょっと一言ずつ感想をもらっていきましょうか。勝丸さん、どうでしたか。そうですね、なんか結構出だしいいような気したんですけどね。なんか最初的に蓋開けてみたら、俺同じゲームやってんのかなみたいな。同じゲームやってたからって思うぐらい、もうなんかみんなと同じなんか、なんかね、あの競い合いじゃなくなってましたね。でちょっと、はい、独自に楽しみながら、なかなかこうね、なかなか今やる機会ないんで、人生ゲームも。確かに、すごい、そういう意味では面白かったです。やっぱね、リアルの人生めちゃめちゃ輝いてるんで、はい、この人生ゲームの経験もリアルの人生で生かしていけたらなと思います。余裕のある発言でした。はい、では次は柳野さん、いかがでしたか。なんかね、悪の大王でなんかもっと博打的なね、もう爆発力を見せたかったんだけど、なんか中途半端だったなーで、なんか地味な、なんかどっちつかずになっちゃったのかなー。うん、もっとドカンと行きたかったっす。はい、なるほど、やっぱ人生ドカンとね。ドカンと、そう、確かにね。ちょっと穴落ちたのが痛かったね。そうですね、あれだね、あれで2回落ちたかもね。という感じですね。はい、僕はそうですね、まあ勝負の鍵となったらやっぱ最後のね、人生最大の賭けだったね。ていうかさ、そもそもさ、あれ最後にもう大袋で10億出してるから、もうそこで勝ってたんじゃねえかって。もう別にどうでも。まあまあ、でもあの10億当ててなかったらアキコには負けたんでね。まあ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 、まあ、確かにね。だからやっぱり俺に来るよ。まああとはあのゲーム、あのその人生ゲームの中であったあのスロット式のゲーム、うんうん、あれがね、勝負を握るんだなっていうのはよく分かった。そうですね、あれね、めっちゃぶん取られる。めっちゃぶん取られる。勝間さんの敗因はあれでしょ。だってそうだ、ね、悪魔に2回悪魔に取られてるから、ね、相当。あと基本的にもらってないから一回ももらってない。子供でだいぶ絞り尽くしてた。そう、しかも子供一人しか出ないしね。っていうね、まあ人生やばい谷ありってことをね、うん、教えてくれる。いやいや、すごい勉強になりましたよ。面白いゲームでしたよ。まあそうですね、人生ゲームはもうこれで終わりになると思うんですけど、まだどっかの機会で3人集まれたら、今度はいただきストリートでもやります。もうなんか、そうですね、最近出た系のなんかそういうのやりたいですね、こういう人生ゲーム系。ああ、なるほど、最近のやつですね。まあ、ああ最近の、まあ、っていうのをちょっと考えながらやっていきたいと思います。ああ、ということで、はい、今回はこれで終わりです。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。